標高高くてお日様強いからもうサングラスつけた状態で失礼しますね。で今日ジャガイモを植えるんだけれども、ここで俺が植えるジャガイモはまず一つ、品評会で金賞を取ったメークイン、細長くて、まあ、煮崩れしづらいやつね、甘みが強いのが特徴のメークイン、金賞取ったやつで、次銀賞取った北あかり、ホクホクしてて、まあ、煮崩れしやすいからコロッケとかポテトサラダとかにおすすめのジャガイモです。でもう一つがアンデスレッドって言って、ちょっと赤いもね、皮が赤くて中がすごく黄色いやつで、まあ、これも北赤いと似たような性質を持ってるんだけれども、まあ、変わり種として赤い芋、中が真っ黄色な芋ということで作ってます。で、どれもね、芽が伸びてるでしょ。あと、芽が伸びてるでしょ。で、これね、翼光菜芽って言って、お日様にずっと当ててました。お日様に当てることによって、この芽がね、太くてずんぐりした芽になって、病気にも負けない強い芽になるのね。でそのために毎年これ日に当ててるんだけれども、まあ大きい農家さんだとものすごい数やるから、こういう手間のかかる作業、全部のお日様に当たるようにだから、すごい面積で広げてねやらなきゃダメだから、重なってるとダメになっちゃうから、まあ、手間かかるからやらないと思うんだけれども、こういうふうにお日様に当てて強い芽を作ります。それはでそれ失敗するとこういう風にひょろひょろってなるんで、ね、色も淡いでしょ。これ北あかりなんだけども、同じ時期にやってるやつで北あかり同士で比べてもこういう違いがあるのね。このひょろひょろって伸びたやつとこれと、こうなると、あの徒長したって言ってもやしみたいなもんだから弱いのよ、これが。だからこういう時は取っちゃう、取ってしまって他のとこから芽出るんで、これで育てれば大丈夫です。でこういう翼光菜芽って言って、あれテクニックあるんで、それを覚えといてください。でね、俺はね、じゃがいもを切ったりしません。じゃがいもを切ると、まあ、切ったところに、なんだっけ、じゃがいもシリカだったっけっていう薬をつけて腐敗を防ぐんだけども、当然無肥料無農薬なんで、そういう薬を使うことできないんで、あのそのまま植えると、切って植えても出ることは出るんだけども、腐るのもいっぱいあるのよ。だから俺は、腐らないように、無駄になることが少ないように、あの小芋ね、それなりのサイズの小芋、30g から、まあ、40g ぐらいかな、 40〜50g のジャガイモを種芋にとっておいて、で翼光菜芽で芽出しをして植えるっていう感じです。丸いものまんまね。とりあえずそれをね、これから植えていくんで、見ていてください。っていう感じで、トラクターでね、タイヤの跡をつけて、ジャガイモを植えてるんだけども、なんでこういうやり方するかっていうと、トラクターのね、車輪って一定の幅じゃない。他のやり方でやると畝が曲がったり、あの幅が変わったりして、この後の土寄せ、これも機械使ってやるんだけども、その時畝の幅がバラバラだとね、一発で割れなくてめんどくさいんだよね。で手間ばっかりかかってダメなんで、こういうやり方してます。正確にできるから、そして早い。溝を他の機械でやったり手でやったりするのと比べると、もう10分の1ぐらいのスピードで溝をつけれるし、タイヤの後に芋を置いていくだけで、植え付けの作業が終わるんで、土かけてとっても早く終われる。この春植え付けの時期ってすんごい忙しくて、どうにか省力化できないかなって思ったのが
まあ、今回みたいにねトラクターで、溝をつけてタイヤで溝をつけてでその溝に植えていくと。でタイヤの溝がついたところは硬いから、そこの土を寄せることはできないんで逆にこう高くなったところそこ柔らかいからその土を寄せていくっていうそういう計算です。普通の人だとね腕を立てて、高いところに植えるんだけどもこういう溝に植えるっていうやり方もあるんで、まあ、一つ覚えておいてほしいなと思います。で下硬くなるんだけどあのタイヤの後ねジャガイモって、芽がこうやって伸びてここから根っこが出てくるのね。下に伸びるんじゃなくて芋の上に、ね、種芋の上にこういう風に根っこが張っていくんで下が硬くても育ちます。だからこのやり方やってるんだよね。他のやつだったらやらないかな、下に根っこ張るようなやつ。まあでもそれでも別にそんなめちゃくちゃ硬くなって根が張れなくなるほど硬くなるわけじゃないからまあ問題ないかなって思います。まあ、こういう感じでね、あとは肥料も何もやらないで、あとは土寄せして、あとはこのメガネつけてないとダメなぐらいの強い光、これでジャガイモに育ってもらうんで、まあこんな感じです、植え方は。まあ、なんか参考になったのかな。まあ、トラクターある人はね、こういう風にやるのもありだし、あの植え付けをする機械も売ってるんだけども自動でやってくれるの、それ70万とか100万とかしてとてもじゃないけど買ってられないんで、まあ、こういうねトラクターで手を抜いてというか省力化してやってるっていう感じです。まあ参考にならないかもしれないけど、まあ現状こういう感じでやってます。